遠藤渡るは、神奈川県横浜市戸塚区出身のプロサッカー選手。ポジションは、DF、MF、ブンデスリーガ VFB シュトゥットガルト所属。日本代表。小学1年生の時にサッカーを始める。当時は、横浜 F マリノスのファンであり、頻繁に父親と横浜国際総合競技場に、試合観戦に訪れていた。しかし、 小学5年生と6年生の時に、マリーノスプライマリーに落選。また中学進学前にも、同ジュニアユースを受験したが落選。他に受かった町クラブに入団するつもりであったが、当時所属していたチームのコーチから、南戸塚中に良い指導者がいるから、部活で続けるのも考えてみたらどうだという助言を受け、実際に練習参加をしたところ好印象を抱いた、ため、 横浜市立南戸塚中学校でサッカーを続けることを決めた。南戸塚中時代の戦績は、県大会で一度だけベスト8まで勝ち上がった程度と、目立つものではなく、また本人もトレセンは、横浜市で選ばれるのがやっとであった。そんな中、中学2年時に湘南ベルマーレユースの練習に、参加した際当時ユースの監督を務めていた。 そう高司祭から興味を持たれ、中学3年時には、湘南ユースからオファーを受ける。また、同時期に、神奈川県中大連選抜に選出され、福森秋人や新藤誠治などと一緒にプレーをした。神奈川県立課内高等学校進学と同時に、湘南ユースに入団。高校2年時に出場した第64回、国民体育大会では、 神奈川県少年選抜のキャプテンとして優勝に貢献。2010年、湘南ベルマーレに2種登録選手として登録され、J リーグデビューを果たす。ソリマチ工事監督からは、ボールを動かせるし、身長は低いけどヘディングも強いと評価された。2011年より、トップチームに昇格。同時期に、神奈川大学人間科学部へ入学するが中退。 2012年代表戦では結果を残せなかったがチームでは19歳ながらキャプテンとなりまた PK キッカーを任されディフェンダーながら7得点を挙げ攻守に渡り活躍チームの J1 昇格に貢献した2013年は J1 を戦うベルマーレの守備の軸として期待されるも2月に長期離脱実戦復帰は8月まで遅れることとなった それでも後半戦の川崎フロンターレとの試合では、決勝点を決めるなどの活躍を見せた。遠藤の復帰後チームは一時巻き返すも結局1年で、j 2に降格することとなった。2014年もベルマーレに在籍することが決まった。シーズンを通じてベルマーレは強さを見せ、遠藤はその中心選手として、キャプテンの長木亮太らと共にチームを牽引。 オフには、その活躍を評価され、浦和レッズからのオファーが届いたが、これを断り2015年も、湘南でプレーすることが決まった。2015年12月23日、浦和レッズへ完全移籍することを発表した。2016年2月24日、AFC チャンピオンズリーグ2016第一節のシドニー FC 戦では途中出場して、浦和レッズでのデビューを飾る。 10月15日、J リーグカップ決勝のガンバ大阪戦では、PK 戦となったが、5人目のキッカーとして成功し、プロ初のタイトルを獲得した。2017年4月1日、第5節のビッセル神戸戦で、遺跡語リーグ初得点を決めた。2018年7月21日、翌22日のセレッソ大阪戦を最後に、浦和を退団し、 ジュピラープロリーグのシントトロイ VV へ完全移籍することがクラブを通じて発表された。8月5日、第2説、KRC ヘンクトのダービーでデビューを果たすと、移籍後初得点を決めた。2019年8月13日、ブンデスリーガ2部の VFB シュトゥットガルトへ2020年6月までの期限付き移籍することが発表された。11月3日、 第12節の SG ディナモドレス電戦で終了間際に出場し移籍後初出場を果たした。2020年4月28日、期限付きから完全移籍に移行することが発表された。5月28日、第28節のハンブルガー SV 戦でリーグ戦初ゴールを決めて2位浮上に貢献した。6月28日、 最終戦のダルムシュタット戦では1-3で敗れたが、13節以降は、出場停止の1試合を除き全試合に、先発出場するなどレギュラーに定着し、2年ぶりの一部リーグ昇格に、貢献した。また、独死キッカー氏、選出、2、ブンデスリーガ年間ベストイレブンに、チームでただ1名を連ねた。後に、遠藤が、先発出場を重ねられた理由の一つに、 チームメイトのマリオ・ゴメスが監督らに遠藤の起用を提言したことが挙げられている。10月30日、ブンデスリーガ第6節のシャルケ・レイオン戦では、マン・オブ・ザ・マッチに選出され、キッカー氏の平均点で MF 部門においてトップに立った。11月26日には、契約を2024年6月末まで2年間延長をした。2021年2月27日、 第23節のシャルケ戦では、分裂初ゴールを含む、2得点の活躍で勝利に貢献した。7月23日、2021から22シーズンの、キャプテンに就任することが、シュトゥットガルト公式ツイッターで明らかになった。ヌノケイチロ監督が率いる U-19、日本代表に、飛び級で選出されていた。AFC。 u 十九選手権二千十では、平で両とともにセンターバックで起用されたが、準々決勝の u 十九韓国代表戦で、相手 FW にほとんど競り負けてしまったと、三失点を喫する一因となり敗戦。f i f a u 二十ワールドカップ、コロンビア大会の出場を逃した。二千十二年には、再び u 十九日本代表に選出され、 AFCU-19 選手権2012に出場。しかし準々決勝で U-19 イラク代表に敗戦。FIFAU-20 ワールドカップトルコ大会への出場を逃した。2014年9月、テクラモリマコト監督率いる U-21 日本代表アジア大会のメンバーとして選出。 大会を通じてコンスタントに出場し、存在感を見せた。2015年7月23日、東アジアカップ2015に出場する日本代表メンバーに初選出された。8月2日の北朝鮮戦で代表初出場を果たした。2016年、リオデジャネイロオリンピックの18人のメンバーに選出され、キャプテンとして3試合フル出場するも、 チームはグループリーグ敗退となった。2018年6月、ロシアワールドカップのメンバーに選出され、初の W 杯メンバー入りを果たした。2019年1月、AFC アジアカップ2019のメンバーに選出された。この大会、中盤のようとして活躍して、チームの決勝進出に貢献するも、準決勝で左太ももの裏を痛めて、 決勝戦はベンチで試合を眺めることとなった。決勝戦でチームは、敗れて、準優勝となった。10月10日、2022FIFA ワールドカップアジア二次予選の、モンゴル戦で代表初得点を決めた。湘南と浦和では、スリーバックの中央と、右、日本代表や欧州移籍後はボランチを、主戦場としている。2021年2月27日に行われた。 シャルケ戦では2得点にアシストをマークするなど、攻撃面での活躍も目覚ましい。東京五輪では、ポールポグバのような推進力で後方からボールを運ぶ場面もあった。2020-21シーズンはブンデスリーガで、デュエル勝利数、ナンバーワンを記録。体格の勝る相手に体をぶつけられても動じない、ボディバランスと、鋭い寄せでボールを奪う。 その他の公式戦その他の国際公式戦、ありがとうございます。